最近になってここを知ったんだが、みんなすごいな。しっかり自分で復讐して離婚してるんだな。人任せで泣いてばっかだった俺とは大違いで。なんか、また泣きたくなってきたよ。箇条書きで。嫁の携帯から、嫁の浮気と、息子の別の種疑惑が発覚。俺、自殺未遂。助けてくれた兄貴が、事情を聞いて激怒。証拠固めを開始。兄貴が、嫁、嫁父、真男、真男父を弁護士事務所に呼び出して、証拠を突きつけ、慰謝料と損害賠償請求。嫁父が慰謝料を支払うが、嫁は地元から失踪。今はこんな事情。泣けるのは、去年の今頃は、普通に幸せなつもりだったんだ。ずっと、泣いてばっかの俺、情けない。兄貴がいなかったら、路頭に迷ってたよ。別だった。バカな俺は、息子が生まれた時に気づかなかったが、俺と嫁の組み合わせでは、生まれない血液型だった。兄貴が言うには、正確には、0.001% 以下の確率でしか。慰謝料、プラス、それまで払った養育費、プラス、使い込まれた定期預金で、合計600万くらいだったかな。なんせ、あの頃は無我夢中で、記憶も、妙に鮮烈な時と曖昧な時が入り混じってるんだよね。600万は嫁側からで、真男側からは400万だから、合計すれば1000万近くにはなるのかな。嫁の慰謝料420万、プラス、養育費120万、プラス、使い込まれた定期預金65万。真男の慰謝料300万、プラス、使い込まれた定期預金65万。でも、1円もまだ使ってないんだ。金なんかいらないから、嘘であってほしかった。弁護士事務所での話し合いの席で、兄貴が、徹底的に、嫁と嫁父を叩き潰したんだ。俺も同席してたけど、そういえば、一回も謝罪はなかったな。今でもないし。というか、二人とも本当に顔面蒼白で、最後は抵抗する気力すらなかったみたいだ。兄貴は、俺と違って、旧帝大法学部卒でキャリア官僚のエリートだから。弁護士さんも同級生だった。まさか、あそこまでやるとは思わなかったんだろうな。俺も、自分の兄貴ながら怖かった。子供は嫁実家で育ててるみたいだ。まだ3歳だから、記憶もないだろうけど。哀れだっていう思いと、嫌悪感が入り混じって、どうしても顔を見ることができない。許せなかった俺って、最低な奴だと思うんだ。嫁父は地元役場で課長やってて、三流大卒の俺をずっと馬鹿にしてたんだ。嫁も一緒だったんだけどね。だから、あの場でも、最初はすごく攻撃的だったけど、兄貴に容赦なく叩き潰されて、最後は呆然としてたな。ただ、今思えば、あれは、嫁父なりに娘を守ろうとしたんだろうと思う。ただ、俺は、息子だけは引き取るつもりだったんだ。でも、あの時、それが言えなかった。嫁が、最後まで、俺の子供だと騙そうとしたのを見てたら、猛烈な吐き気と嫌悪感が襲ってきて。気づいたら、お前みたいな嘘つき女とも息子とも、二度と会いたくない。って吐き捨ててた。後で一人になった時に、猛烈な自己嫌悪で死にたくなった。ここに書いたら、随分落ち着いたよ。本当にありがとう。実は、去年のことを思い出して、昨日あたりから、ものすごく落ち込んでたんだ。俺の父親は超多忙な銀行マンで、母親は早くに亡くなったんで、全然構ってもらえなくてさ。だから、息子が生まれた時は本当に嬉しかったし、自分のしてもらえなかったこと。海に連れて行ったり、釣りをしたり、キャンプしたり、キャッチボールをしたりするんだって、バカみたいにはしゃいで、兄貴や友人に言いまくってたんだ。いつか、きちんと会って話したいよ。未練たらしいかもしれんが、未だに、息子のことが気になってるのは、結局、息子の父親がはっきりしないままだからなんだ。俺じゃないのは確かなんだが、血液型的に真男でもないらしい。兄貴から聞いたんだが、どうも息づり的な相手だったらしくてさ。哀れでならないんだよ。
嫁は母親失格だし、本当は俺が引き取ってやれればと今でも後悔してる。仕事の忙しさとみんなのおかげでだいぶマシになったよ、ありがとう。血液型についちゃ、指摘通り俺がバカだったと思う。俺 AB で嫁が O、息子が O だったんだが、この場合ほぼ生まれない組み合わせなんだな。真男が B だったんで奴の子かと思ったら BB だったらしく、結局わからずじまいだった。兄貴には本当に世話になったし、感謝しきれないくらいなんだが、俺が騙されたふりをして我慢できていれば、幸せでいられたかもしれない、とか、あの時死んでいたら楽になれたのに、とか思って、逆恨みしてた時期もあった。でも、兄貴は、何も言わずに俺を守ってくれた。今はいつか兄貴に恩返ししたいと思って、必死に生きてるつもりだ。